遅かった。余韻のお客様がもう一度拝みを呼んでくれとおっしゃったでも、清水へ行ったと聞いたゆえお断り申したれば、今の先お立ちなされた。もしかし喜びや大枚のお金と大きいお薬までも我が身にやってくれとくれ、このようにお預けなされたわいの。これはまあまあ妙がにたまること、お礼をさいで残り多いは、もし旦那様この奥義に何と書いてはおなりませぬか。ちょっと見てくださいませ。おお、どれどれ。金地に一輪の朝顔、梅雨の日沼が書いてある。裏に宮城阿蘇次郎と駒沢次郎左衛門と書いてあるぞや。あの宮城阿蘇次郎こと駒沢次郎左衛門、その奥義もおいも、おー、しー
のに合わせて食べとかた時も祈らぬ窓ではないもの。今日に限ってこの大雨、川止めとは五色の姫、皆さんでした。ありがとうございました。